資格の判断っていうものは一言に言えば相対的というか出なくなるんですね。ですからですね、その見ている空間の中にいろいろ、例えばそこに黄色いチェアがあるとか、そのブルーのチェアがあるとか、いろいろあるでしょうとか、白いがあるとか、ここにこういう風とか横のラインがあるので、それとの関係で自分の過去にこういう座り方をしているというようなところの意味付けができるんですね。ということは逆に言えば、何にもそういうような変化のない空間、それを一応空間、糖質空間というんですからね、心理学とは。そういう空間を作ることが可能なんです。例えば全体がスモークみたいな形